Come on, wrestling party. その成果が良かったから。
足元気ですね。そうですね、このジョップ一つでですね、おっと、あ、皆さん下の方へ大変有限ごくごく大変でございます。今日はあれは、あ、じゃあですね、あれはですね、小芝風花ちゃんの CM を出てる。なるほど、小芝風花ちゃんに次ぐ岸田翔太というところで、はい、あ、下の方で岸田健二も喜んでおりますね、はい、さあ
組が、はい、あ前浜の方まで飛んで、それでは皆さん、もっと来ます、ご賞味ください、フィーご賞味ください、フィーナー皆様、大成功一度お願いします。
ああ、ええ、なんだ。お客さん、お客さんなりは今日も当たり前のように志田が勝つと思っていたからか大変でしょう。でも今の目の前のこれこそが現実です。そして何より志田、あんたが一番驚きを隠せていたみたいだから、お前を当たり前のように俺に勝って、当たり前のように新木場のメインに立とうとしていたよな。ちゃんちゃら起きてたわい。当たり前の繰り返しなんて何も面白くない。当たり前の繰り返しなんて誰も求めていない。そうです、お客さん。ああ、安心してくれ。来月のビッグマッチだよな。ああ、今まで誰も見たことないような、ハラハラドキドキするような試合してるから、今日のところは俺に花を持たせてもらおうか。改めまして、お客さん、シミタブルフィー無差別級選手権試合、次期挑戦者はこの俺、大志だ。デビューして3年です。デビューしてこの3年でようやく掴んだこのチャンス。この道のりは決して楽な道ではなかったです。でも俺はこうやってここに立っているということ、ここまで来れたのは負けでもなく、日頃から熱いご声援をいただいているお客さんのおかげです。ありがとうございます。まあ来月新規は9月のビッグマッチで、もう時間があまりないので、僕はね、メインイベントに勝つ覚悟っていうのは、デビューする前から遠い昔、神戸にいる頃から覚悟はできていました。そして来月その夢がようやく叶う。でもね、見ての通りまだベルトがないので、ベルトがないのにこんなに喋っても申し訳ないので、来月9月10日新規は、皆さん楽しみにしておいてください。今日はありがとうございます。そして配信見てたのは佐々木コンプリートジュニアさんよ、せいぜい首洗って待っとけよ。以上だ。まるでメインイベントが終わったかのような余韻が。でも大して思えよ、来月にはもっとやばい感じが待っているわけですよ。はい、楽しみですね。